今日は北海道から九州にかけても雨の降りやすい天気となって強い降りとなるところがあります。で現在ももう強い雨雲が出ているんですけれども、今はですね特にこの九州北部五島列島のあたりですとか宮崎県の北部ですね、かなり活発な雲が出ています。でさらに北日本こちら岩手県の南部にもかなり強い雲が出るなどもう朝から不安定な天気となっています。で今晴れているところもこうやってあるんですけれども特に午後は変わりやすい天気雨の降るところ増えてくるというふうに見ています。でその理由天気図見ていただきますと今日はですね前線が北海道から九州北部にかけての日本海側に伸びています。でこの前線に向かって台風を回る湿った空気あるいはこちらの太平洋高気圧の周りを回る湿った空気こういったものが入ってきます。で加えて天気図には出ていないんですけれどもこの辺りにも前線が隠れているというふうに見られます。でこの結果雨の予想のエリアをご覧いただきましょう。今日の午後にかけてはかなり不安定な状況となっていきます。特にこちら側の前線の活動活発でして1時間に50ミリ以上という非常に激しい雨が降る可能性がありますし特に関東から北の太平洋側を中心にこちらも午後は激しい雨の降るところがあります。で近畿ですとか中部地方などこういった方面はですね前線と前線の間で日差しは結構出るんですけれどもやはり午後は気温の上昇とともに黙々とした雲が出てきて激しい雨を降らせる可能性があります。まあ、今日もその天気の急変に備えて広く雨具を持って外出していただきたいと思います。